はい、どうも、こちら今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、レイチェルの家で、プラネタリウムを楽しんだ後、クロエのいつものさ、お父さん、このウィリアムお父さんの夢を見て 夢を見た後、クロエは家に帰ってきた。こうデイビッド・ジョイスキーね。デイビッド・ジョイスキーに帰ってきた。ジョイスケっていうか、おばさんのお母さんの家だよ。お母さんに帰ってきて、で、じゃあいざね、出発の準備をしようみたいなとこで。で、そう。で、こう、ちょうど今さ、始めたらさ、すげえ楽しそうだったからさ、ちょっと ひっくり返す ちょっぞ。とね。まだよ。片面3分ずつだってば。焦めっげちゃてイしチャまうイチャしてぞ。んじゃいつからシェフになったのかしら。もう焼けてるだろん。まだよ。ダメだってイば。チャイチャすんなよ。きついきついきつい。きついきつい。若い子だったらいいけど、きついってお前ら年だった料理じゃなら。くてやめもてやめよて。かったのに。お花とかでも。家では休んでくれ。いつもダイナーで働き詰めなんだああ、から。結構いいこと言うね。私ってほんと幸せ者ね。ママ、なんかすごい楽しいやそういやになだ。るよな、そらな。前のお父さん知ってるとな、嫌だよな。音楽流すのもあれなんだ、その、デイビッドとかの影響なんだな。浮かれてんだな、ママ。待て、誰だ？私、クロエ、その髪、お芝居で、昨日舞台に立ったって。いや、違う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 、やっぱ趣味っすだから。けど、ああ。これは全然違う。お父さん、デイビッドやっぱ反応早いな。心配したんだやよ。めてやめて、やだやだ。帰ってきてくれてやよかっだ。た。新しいお父さん、やだ。なれねえもん、ママ。よく戻ってきたな。なかなか賢明な判あ断れ？だ。ちょっと。母の日行っちゃいましょうよ。ここはやっぱり。せっかくね、せっかく前回開けたんだからやろうよ。母の日だね。覚えててくれたの。思い出したの。ごめん。プレゼント察して買っ帰ってないったくね、て。デイビッド。や帰っるやん。てきてくれただけで嬉しい。荷物を取りに来ただけで。もう行かないと。今夜は帰ってくるの？そうれはわー、言えねわかんない。え。家でつれえ。俺家出したことないからわかんねえけど、つれえ。家出する子って別にこういうなんかクロエみたいな複雑な心境じゃないと思うけどさ。ねえ、もうこんなとこ出て行ってやるって気だろうけどさ。なんか、お母さんのこと好きだからこそこのなんて言うんだろうね。複雑だよね。今どこで何をしてるの？レイチェルといる私はだ、まあ私は大丈夫はちょっとなんて言うんだろうな。アバウトすぎてさ、逆に不安にさせちゃうから。そのレイチェルといるから大丈夫。あら、そうだったの。ちょうど昨ああ。日のお芝居の話をしてたとこよ。ごめん、もう行かなきゃ。何こちょっれ。と待ちなさい。その前にデイビッドの話を聞いて。やだ、お母さん。お母さん聞きたすくなぐいに済むよ。から。やだ。ちょっと。いやっすよ、もう。頭上がんねえわ、お母さんには。お世話になってるから。なんだ、プレーンオムレツは。舐めてんのか、お前。あ、じゃ、パンケーキか。ごめん、クごめん。ロエ、はい、じゃあな。待て、聞いた、聞い待ってた。くれ。クロエ、お前に謝りたいんだ。どうぞ。昨日、クロも聞いてやれよ、所持ちゃん品検と。査をしたのは行き過ぎた行動だった。本当に、すまない。おい、許されい、許してくれ。言わされてないか、お前、おい。そんだけ？
許して、まあでもどっちにしても、でもなんかちょっとこう、まあ黒いらしいっちゃ黒いらしいけど、この上から目線だからさ、だったらもう他のこともさ、謝らせようぜ。そんだけ？ふざけてんの？一体何が不満なんだ。私のこと何の根拠もなく疑ってかかるわ。そうだママよ。にまで私を疑わせるわ。それ本当はだデイよ。ビッドのせいじゃない。私のこと落ちこぼれって言うわ。本当だよ。いつも犯罪者みたいに扱う本わ。当だよ。こ大体偉そうに説教してんじゃねえよ。赤の他れが人子のく供のせ気に持ちなんだよ、お父前。親面すんな。本当だよな。調子に乗ってんじゃねえ。勝手にママと同棲始めて、私には相談なしかよ。言ってやれクよ。ロ本エ、当だよ。お前が俺を嫌っているということは分かっている。俺は何も分かっていないと思っている本当だろうか、おが、前。ここだけの話じゃないか、おそ前。れは誤解だ。ここだけだろ、お前。作ろうってんじゃねえよ、おお前に見せたいものがある。前。何？まあ、相当なもんじゃないと、お前。納得せんぞ、お前。なんだ、これ。長年同じタイにいた親友フィル・ベッカーだ。誰だよ。外地任務でも2年を共にした。あ？ベッカーは戦死した。ああ、まあ。路上に仕掛けられた爆弾にやられてな。まあ、あり得る話だな。任務中はよく2人で国に戻った後の暮らしを想像しては冗談を言い合った。まあ、あるわな、そういうこともね。奴は死に、俺だけが生きている。その事実を俺は未だに受け入れられない。そうか。だから俺にもわかる。お前がどんな気持ちか。は？言ってみろじゃあ、お前。つまりだな、は俺ならきっとお前のあ。力になれると思うんだ。は？は？悲しみを乗り越えられるようサポートをしたい。つながってねえじゃん、話がよ。は？ねえ、お願いだからな、デイビッドにチャンスをあげて。お前の感動エピソード聞いて何が？俺の気持ち分かってないからほら、さ、ねこれをしばらくお前に預けようと思う。え。何？考えてみいてらくれ。ねえよ。普通にいらねえよ、お前。いや、普通にいらないもん。なんでお前の写真もらってなんか お前納得するとこ一個もないのに、なんでお前の写真もらわないかんのよ。ただまあ、でもまあ、やっぱさ、なんて言うんだろうな。デイビッドどうこうじゃなくてさ、やっぱお母さん、心配だ。多分どっちにしてもさ、家出はすんのよ。正直。どっちにしても家出しようとすんのよ。だったらさ、別にまあ写真もらうぐらいいいじゃん。っていう話。この場を穏便に収めようとする大人の判断。これは。確かに、まあ黒だったら拒否するかもしんないけど、やっぱここはね、大人としての姿を見せようかなと、俺はね。行こう。もらうだけもらうよ。捨てるけどな。デイビッドは赤いな。こっちはフィルか。仲良さそう。確かに。わかった。ありがとう。クロエ。まあ本当に家よ出るかっけどな、た。別に。二人とも。ママ、もう行かないと。本当だよ。気をつけるんだぞ。あれ？大好きよ、クロエ。はいはい、わかったから。わ、ちょっとこう、あれだね、やっぱ、俺の意図通りや、ちょっと大人な対応したクロエって感じだね、本当に。いやいや、受け取ったみたいな。なんだよこれ。あ、パパの工具捨てられんの、まさか。じゃあやめてくんない？勝手にやんの。パパの工具箱だけ持ってさっさとずらかろう。重くない？大丈夫？どうしたんだよデイビッド。工具箱のデコレーションは気に入らなかったか？なんかしたっけ？覚えてないわ。
あ、パパそっちね。オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっと納得いかねえな。意味わかんねえもんな、これは。一緒に戦ってきた親友との写真だ。俺はその親友を戦の途中で亡くした。俺だけは生きている。あれかな、やっぱクロエとそのお父さんのことを照らし合わせてんのかな。片方生きて片方死ぬって意味で。そういうことかな。ちょっと違う気がするけどな、でも。ちょっとベクトル違うけどな、若干。まあまあ、でもまあ、そう考えたらまあ分からんでもないか。まあよく考えれば。70点ぐらいかな。なんであれを張り合いなすか分かんなかったけど、まあ分からんでもないわ。ごめんな、デイビッド、ちょっと噛みつきすぎたわ。これからでもあれなんだな、レイチェルの、間違えた、クロエの青髪生活が始まんだな。ちゃんと見てやれよ。明日からお仕事ご苦労様です、クロエさん。ニットもなかったら死んでたな、今。でもまだ手がかかりそうだな。え、手袋してる、お前。ちょっと待って。絶対直せるはずだ。問題はどこにどの工具を使えばいいか。全然分かってないんだ。メールすんなよ、お前。どこへメールしてた、お前。黒いデビットだ。ママが電話番号教えたの。あ、お父さんの工具箱を持って行っただろ。何かやってるのか、そんな感じ。何をするんだ、信じるんじゃなかったの。聞いただけ、とにかく何かに興味を持っているのはいいことだ。頑張れよ。あれ、ちょっと。ちょっと。あれ？意外と？何これ？ペンチ、ミル。工具使ってあげて、パパ喜んでるかな。あ、じゃあ、適材適所すればいいんだ。接続部分は緩んでる。手袋して端なく子ない、とクロケーブエ。ルをちゃんと接続すれば治りそうだ。はあ。端子とケーブルを接続ってことは、まあ、ドライバー、あ、違う。ペンチは切るでドライバー回あすだちもこんちな。壊れてるな。工具を間違えなきゃ治りそうえ、ちょ、だ。もう一回聞かせて。接続部分は緩んでる。緩んでる。端子とケーブルをちゃんと接続すれば治りそうだ。え、緩んでるってどういうこと？ね、レンチって何？ごめん、俺もわかんねえ、レンチが。ドライバーじゃ。あ、ドライバーそれだっけ？間違えた。じゃあレンチ。何これ？ペンチってでもあれだよね。切るやつだよね。そうだよね。あ、じゃあレンチか。ごめん。クロ、ごめんね。クロ、ごめん。これじゃあいいんじゃない？ダメか。ダメ？え？緩んでる？ドライバーじゃないだもんな、でも多分。もうダメだな。ダメか。ペンチ？ペンチってでも切る道具じゃない？どうすんの？え？よし、これでビリビリっといくはずだ。ああ、まあ、そっか、回す用に使えなくはないか。そこそこ。これは？うわ、ベトベトだ。うん。ここはいじんのやめとやこめとう。こやめとこう。そうだね、やめとこう。これは？でも車のこと全然わかんねえから。何それ？完全に詰まってやがる。ダメなやつ多くない？ちょっと。ガバガバだ。閉めないとな。閉める。オッケー。任せろ。これレンチでしょ、これは。え、閉めるってどういう意味だろうね、でも。
ネジを締めるなのか。お、来たね。お、いいね。てかさ、手袋つけようぜ。よしっと。ちょっとさ、汚いとかじゃなくて、なんかちょっともう衛生的に怖いわ、こればっかしは。な、古い油まみれでさ、キャップがベトベトだ。小さめの工具で汚れを削るか。削る、あ、削るって言えばやっぱドライバーかな。削るっぽいよな。削るに使うんじゃないけどな。てか間違えた、間違えた。チェックする、チェックするを間違えた。ベトベトだ。小さめの工具で汚れを削るか。本当は新品のパーツとか欲しいけどね。なんかさ、動かないでしょ、リアルな話。そこにカス落としたらでもダメじゃないね。よし、ちょっとはマシになったかな。まあまあそんなもんだろうな。あ、マジかよ。何、信任曲速報いいって求めてないわお前。ちょっと メール来たと思って焦ったじゃん。そこでじっとしてろ。そんな簡単に取れるもん大丈夫か、車。お、これは応急処置の跡か。でも相当古そうだな。応急処置すぎるでしょう。化石みたいなガムテープでもないよりマシだからな。このままにしとくか。まあまあまあ確かに。ラジオは、いやでもラジオごめん、いいや。やっぱ服じゃなくて服。ダメ元で。いや、汚い。汚っ。外でやれよ。まあ、ダメ元だったからな。もう、クロエ、もう美人なんだからやめて、そういう。服の、それを。汚いから。やめて。点火プラグがイカれてる。炭素石質か。くっそ。お、かっこいいね。あ、またあれっすか、ハイブリッド作ります。ハイブリッドっていうか、まあ組み合わせますか。これパパの車だっけ、これ。てか、パパの車のパーツが入るの熱くねえ。でもなんかね。頼む、動いてくれ。いける？お！怖いけどな。すげえ。ちょ、危ない。じゃあ危ない。気をつけろよお前。おい、危ないぞ、線路近いんだから気をつけろよ。ないおー、いいね。実際でもこの車が多分あれだよね、Life is Strangeで出てきた車だよね多分。デザイン的にね。手洗おう。鏡汚っ。クロエいるんでしょ、どこ。かっこいい。姉さんかっこいいっすね。いた。服かっこよ。何それ、染めたの。すっごい。ワンポイントっす。やばい。似合ってるよ。うん、確かにやばい。何そのトラップ。ねえ、
気づいた？はい。トラックの位置が変わってる。またまた。そのシャツもすっごく似合ってるよ。プロの整備士みたい。まあ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 、わかるわかる。整備士っぽいもんな、割と。比較的ね。じゃあ、見に行ってみる？レイチェル、その服やべえわ。似合いすぎ。わかってるわ、お前。自分のキャラを。わかってる。あ？プライス、お前のか。はい、直しました。ありがとうございます。ずいぶん早いな。どうかしたのか？怖いぞ。今日は特別な日でな。フランク坊やの成人式だよ。なあ、そうだろう？うわぁ、もう嫌だな、お前。とぼけんな。子供の小遣いとはわけが違うんだよ。金はどこだ？もう、はめられた。ちょっと、知らないって、まあ、持ってないよ。知らないってのもおかしいけどな、持ってねえよ。部屋になかったんだから、しょうがない。諦めろよ。なかったもん、ドリューの部屋は。嘘じゃねえと思う。あ、ああ？お友達ごっこに付き合うつもりはねえ。怖えな。会いたくねえ、こんなやつに。怖えもん。ドリューがどうなったか知ってるの？舐めた口聞くと同じ目に遭うぜ。顔でけえ、こいつ。ちょっと、クロエに触んないでよ。ないないね、そのないね、ちょっと。ヘイト買うなって。女はよ、平気で暴力振るいやがるくせに、男にぶん殴られると途端にギャーギャー騒ぎやがる。まあまあまあ、わからんでもないよ。わからんでもない。ランクの客のことを嗅ぎ回ってるってのは本当か？どうしよう。強めに行くべきか、いやって言うべきか、ああ俺は調査してるって言うべきか、わかんねえな。ちょカンニングしよう。カンニング、ちょリセットすんなよ。怖い。特にないか。鍵まあまあ、でも正直に言うか。あ、だったら何？あんたには関係ない。それが関係大ありだ。なんで？いいか、売人に客の情報を尋ねるなんてのはドアホか赤ん坊のすることだ。まあまあ、わからんでもないわ。確かにそうだよ。お前ら二人はどっちだろうな。赤ん坊じゃねえならただのバカだ。こいつは無害そうな顔してっから勘違いしてるようだな。なんなら本社を見せてやったらどうだ？なあ、フランク。荒っぽいのはなしだ。まあ、ライフイズストレンジだね、結構ね。そうかい。いかつかったもんな。じゃあ質問に答えろ。なんであの女のことを嗅ぎ回ってる？友人なんだ。なんで聞くの？あんたにが、いや、何これ、なんで聞くの、なんで聞くのって、何このなんで聞くのって。友人なんだって、そんなペラペラな嘘もな。なんで聞くの、なんで聞くの。いいから答えろ。質問に質問で返すな。すいません。とにかく俺らとしてはこれ以上嗅ぎ回るなっつうことだ。いいな、フランク兄さん。頼りになります。やだ、レイチェル。もうどこにいるか教えてよ。ねえレイチェル。
レイチェルだと？そっか、その名前一緒なのか。マジかよ。何がおかしいのよ。レイチェル？お前、レイチェル・アンバーか。そういうことかよ。こいつ、ジェームズ・アンバーのガキだぞ。デイモン。お前の親父は救いようのねえクズだ。知ってるよ。知ってるようだ言えねえよ。言えるわけねえだろ、お前。いくら友達だよ、お前。人の親父気なされて、お前、それに対して知ってるは言えねえよ。だから、うちらと関係ないだろ。怖い、怖い、やだ、怖い。あくまですっとぼけるなら。やめとけ、ガキ相手に。ただのガキじゃねえ。こいつは、あのクズケンジの娘だぞ。親父が何を企んでんのか、全部喋ってもらう。あのろくでなし女と、どういう関係なのかもな。デイモン、いいから落ち着け。頭冷やせよ。そんなもんしまえ。もうやめ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 ようって。もうレイチェル、やりやがったな。そうなるじゃん。ほらほらほら、もうレイチェルやめようって。ちょっと兄貴、兄貴、ちょっとフランク兄貴。でも俺見ちゃったんだよ、予告で。予告で動かなかったの見ちゃったもん。レイチェル、しっかりしろ。レイチェル、嘘、嘘だろ。レイチェル、ダメ、絶対助ける。フランク兄さんかっこよすぎんだろう。おい、急に BGM 静かなんだよ。そう、去るように静かならんでもいいの。ちょっと無理。でもこれレイチェルも悪いよ、正直。明らかにさ、その、まあ、俺も当人じゃないからわかんないけどさ、やっぱ感情に任せちゃってるもん。だからさ、そりゃそうなるよ。よくないよ。あんだけ喧嘩打っちゃダメなやつだもん、ああいう人は。頭おかしいからさ、喧嘩打っちゃダメなんだよ、レイチェル。え？ああ、保健室行くんだ。病院は行けねえもんな。で、俺、ってことはさ、あの予告の時さ、あの、車動かなかったの、くそ、なんでみたいなシーンあったんだけど。それは今回じゃなかったんだな。だからまあちょっと時間があれだからさ、すごいいい感じなんだけど。次回この爆音 BGM から始まるから、よろしくお願いします。じゃあ、あざした。